皆さん、ほらほら、早く早く、ヘイチゴブリン族寮が我々を待っていますよ。おい、あんまり先に行くなよ、危ないぞ。長く生きていれば大抵のことは予測できるんだが、ダークテリトリーを歩き回ることになるとは思わなかったな。そうですね。そしてダークテリトリーの商人にこき使われるという屈辱の事態を味わうとは思いませんでした。すみません、すみません、カイナン殿が、すみません。何、司祭なし。交易外で待機しているより、この地をめぐり強き魔獣を射る方が腕もなまらなくてよい。それにしてもです、我々聖号騎士を何だと思っているのか。騎士様、ドロシー怒らないで、怒っちゃやだ。勘違いしないでくれ少女よ、彼女には怒ってないぞ。おい、ドロシーとサライをいじめるなよ。いじめてない、私はあの浮かれて歩いてる男にだな。あ、すみません、すみません、私とサライが、すみません。いや、なぜ君が謝るのか。君は謝りすぎだ、もう謝るな。あ、すみません、あ、すみ、ドロシー殿のせいでは、彼には聖号騎士への怯えはないのでしょう。単純に人手が増えたくらいにしか思っていないのでは。いやー、今回の買い付けは量がたくさん見込めるな。しかも人件費ただ、最高ですわ。ルンルンルルこっちゃない。ありゃ助けた方がいいのか。あれでも大切な仲間なんだよ、みんなで助けよう。ありがとうございます。怖かった。
か弱い私が魔獣の毒牙にかかるところでした。キリトさん、もう私を離さないでください。きつく抱きしめて。返事する前に抱きつくなよ。というか締めるな。本当にか弱いのか。腕の力すごいぞ。なるほどな。なんか憎めねえやつなんだってことは分かったぜ。ダイナ、いいやつ。たまにお菓子くれるよ。お腹減ってきたね。お菓子食べたいな。ん、そうか。ジャオちゃんには後で俺がなんか買ってやるよ。やったー。あのね、甘いのがいいな。サライ、ベルクーリ殿にそんな。現地の食べ物を買う分には問題ないだろう。毒なんて入れやしない。いえ、そういうことを言ってるのでは。さあ、いい加減先を進みますよ。平地ゴブリン族寮はもうすぐです。確かに。なるほど。はい。やれやれ。海南の買い付けも無事終わったな。ぼちぼちみんなを招集させないと。ベルクーリ殿の口から聞けてよかった。ジョーちゃんは本当にそれでいいのか。今からやろうって言うんなら俺は拒まねえ。命の保証はできないが。なんだ、仲違いでもしてるのか。だとしたら止めないと。お忘れですか、召喚は和平の使者です。そのような役目の者がどうしてあなたに剣を向けられましょう。お前さんはそれで辛くないのか。辛いのは召喚だけではありません。召喚も召喚の母もきっとあなたの友を中心を打ったその繰り返しです。ベルクーリ殿、召喚はうんざりしているのです。違いがある者同士の互いを理解しない不毛な戦いにうんざりしています。子供の頃からずっと。戦争を止めて和平をもたらしましょう。ベルクーリ殿、召喚は
連れのサライが大きくなる頃には戦に怯えることのない世界になっていればいいと願っているのです。本当に心の底から。そうか。はい、お時間をいただきありがとうございました。これはもしかしたら聞いてはいけない会話だったのかもしれない。キリト、ベルクーリさん、いや、これはその、聞いていたか。喋りたきゃ他のやつに喋っても構わないぜ。いや、言わないよ。途中までしか聞けてないしな。皮肉なもんだ。和平の使者として現れた娘が俺が殺した暗黒騎士の娘だったなんてのは。しかも敵討ちをしたいのかと思えば死に際どうだったか知りたいだけだという。切りかかってくれた方がマシだったんだがな。深い問題だぞ。ドロシーに聞きたいことがまた増えてしまった。俺たちの都合で自分の親の仇と旅することになったんだ。ちょっと心配だ。見に行くか。ドロシー。キリト、何かありましたか？そしらぬ顔をしてるけど明らかに無理してる。今はあれこれ聞く雰囲気じゃないな。あの、用がないなら召喚は少し考え事をしたくて。いや、あるよ用事。何ですか？もう実行してる。ドロシー、俺に理由は言いたくないだろうけどちょっと落ち込んでるだろ。俺もそういう時あるよ。何せ別世界の人間だからさ、結構こっちの世界でぶつかる壁が多いんだ。別世界人の悩みっていうのかな。こっちのみんなに口で説明できないことで悩むこともある。それで疎外感を感じることも。でもそういう時大抵こっちの友達が何も言わずに隣にいてくれたりするんだよ。そうされると最初はどっか行ってくれてもいいのにって思うんだけど、だんだんと。でも俺はそばにいてくれる仲間がいるんだなって。知らない世界にいるけど一人じゃないなって思えて元気になるんだ。アスナたちが来る前は特にそうだった。だからドロシーもそうなったらいいなと思って、今俺はここにいたい。もちろん話したくなったら言ってくれ。召喚は君と仲良くしないって言ったのに、そんな友達みたいなことするんですか？俺が勝手にやってる分にはいいだろ。あ、見ろドロシー、あの雲ちょっと海南に見えないか？え、あれはほら、なだらかになっているところは顔で、螺旋を描いてるのは海南の腹。あいつ自分は弱いっていうくせに逃げるときは俺に腹をぶつけて吹っ飛ばすんだよな。弱かったらできないと思う。腹は強い、間違いないよ。ちょっと笑ってる？君が変なことを言うから。ここだけのお話、召喚も海南殿のお腹に吹っ飛ばされたことはあります。あの時は思わず転んでしまいました。ドロシーも
い、鎧を着ているのに召喚が押し負けるなんておかしいなと前から思っていたんです。キリトもそうだったんですね。ありがとうございます、キリトさん。これを交易街まで持って帰るまでがお仕事ですよ。俺の仕事は和平使節団なんだけどな。はい、やれやれだぜ。助かりますよ。まったく。今日も疲れたな。それじゃあおやすみ。また明日。はい、おやすみなさい。よかったね。なければあの人を愛さなければよかったね。正解。じゃあ次はどうかな。馬車に8人一族が乗っています。3人降りました。お客さんは残り何人だ。8から3を引いてあと2人。残念、不正解。なんで。俺が聞いたのはお客さんの数だから。
馬車の御車が一人いるはずだろ。そしたらお客さんの数は4人だ。ずるいずるい、それすっごい意地悪。ドロシーさん、おはよう。アスナ殿、おはようございます。あの、皆さん朝から何をしているんですか？朝ごはんの材料が足りなくて、買い出し班が戻るまでなぞなぞ大会。キリト、貴様ひねくれた問題ばかり出さず、幼子に優しくしてやったらどうだ。エルドリューにはちょっと難しかったか。悪い悪い。違う、断じて違うぞ。答えは分かっていた。あの二人仲が悪そうに見えて意外と仲がいいんだよ。聖豪騎士でもないキリトが人々の中心にいる理由、簡単な事情と来歴はリアルワールドのご説明を受けた時に聞きましたが、よくそんな関係になれましたね。殺し合いをしたのに。いろいろ誤解があっての戦いだったし、それに互いを認め合う時間もあったからかな。私たちたくさん冒険したの。冒険の仲間になってしまえば、その人がどんな立場だろうと、やっぱりかけがえのない仲間になる。そういうものだって私は思うよ。私たちも参加しよう、少しの間だけね。でも召喚は。次の問題から挑戦してもいい？混ぜて混ぜて。ぜひ。でもキリトの謎かけは難しいよ。ちょっと意地悪。立ち筋はまっすぐだというのに。なんだよ、難しくないと面白くないだろ。ドロシー、おはよう。おはようございます。こういう遊びをするの召喚初めてです。ちゃんとできるでしょうか。キリトさん、お待たせしました。伝令の返事が来ましたよ。暗黒騎士団さんの方で使者さんたちを受け入れる体制が整ったようです。了解。やっとオブシディア城へ行けるな。気合を入れていこう。ああ、わかりました。あの、ああ、行くぞ勇者。任せてキリト。スイッチ。すごい連携技ですね。なんでもありません。見事な大立ち回りだったので、つい。仲良くしないでくれと言われてからもめげずに毎日声をかけてきたけど、ドロシーから話しかけてくれるのは珍しいな。
れはもしかしたら努力が実を結びつつあるのか。教えるよドロシー、さっきの技。二人とも何の話？スイッチの話。ドロシーともできたらいいよなって。飛び出して人たちを浴びせてすぐ後衛に下がる。そして後衛が前衛になる。そう、それで下がる人も前に出る人もスイッチっていうの。ええ、コツはいりますが慣れて成功すると爽快です。いろんな人とできるようになるとそれもまた嬉しくて。あ、みんな前。おしゃべりは中断だな、行くぞ。覚悟は決めたよ。受けてみろ。始めよう。まあ、あとは頼みます。わかった。ありがとう。今です。分かった、行きましょう。連携はもはや慣れたものです。やった、召喚にもできた。キリト、見てましたか？見てた。でも俺がやりたかった。ドロシーに教えようって言ったの俺なのに。まあまあ、機会はこれからもあるよ。1回目でスイッチ成功したよ。ドロシーさん、やったね。はい、成功しました。やりました。一緒にやってくださってありがとうございます。スイッチ楽しいですね。うんうん、カチッとハマるとすっごく興奮するよね。ドロシー殿、次は光栄で私と連携してみましょう。貴殿は瞬発力があるのできっとうまくいきます。本当ですか？あ、ぜひ。これは剣士として腕の見せ所がある技です。極めたい気持ちがあります。わかりますよ。剣士というものは常に強さを追い求めるものです。しばらくこの3人で練習してみましょうか。ドロシーに一生懸命話しかけてたのキリトなのに、女の子たちに取られちゃったね。いや、でもちょっと感動して胸がジーンとしてきた。俺さ、ドロシーに仲良くしないでって言われてて。キリト、優しくしてくれてありがとう。でも召喚と
仲良くしないでください。彼女の立場上距離を置きたがる理由も分かってたんだけどさ、でもさっき俺に見たって言ってくれただろ。ああ今ようやく友達になれてるなってチーンとした。うんそうだねキリト。キリト、あのスイッチどうでしたか？悪いところがあれば指導してくれると、あと聞きたいことも。あ、何でも聞いてくれ。何でしょうか？どういうことだ？よろしいですかな？ああ。確かに。キリト、そろそろ野営しようか。ほら見て、サライが眠そう。ドロシー、サライもうお眠か？あ、はい、もうお眠です。よし、小さい子が第一優先だ。みんな、野営の準備をしよう。キリト、召喚が火を見ていますからどうぞ寝てください。いや、もうすぐ交代が来るだろう。なんか喋って待ってよ。君も他の皆さんも心が広いですね。召喚のみならずサライにまで気を配ってくれて。案内してくれてるのに何言ってるんだよ。役がリピア様だったらきっと全て完璧にこなされていたと思うので、今更ですが召喚で申し訳なく。思う必要ない。俺たち死者がドロシーでよかったってしょっちゅう言ってるよ。え？ドロシー暗黒騎士だけど人界をむやみやたらに敵視しないから話しやすいって。道中もみんなが怪我してないか大丈夫かすぐ気にしてくれる。ああいうの助かるよ。ただでさえ知らない土地だ。不安なことも多い。暗黒騎士のドロシーが人海人の俺たちに真摯に対応してくれるからみんな頑張れてるんだ。キリト、ドロシーだけじゃない、サライやカイナにも感謝してるよ。連れ回しちゃってるサライはかわいそうだけど、あの子がいるから無茶しすぎないような旅程にできるし、何よりみんな和んでる。サライは人を笑顔にするのが得意ですから。カイナンには振り回されっぱなしだけど、あいつのことを嫌いな奴はいないよ。やるときにはやる奴だってもう分かってきた。カイナン殿は
欲張りですが、あ、でも種族や見た目で商売相手を選ばない誠実な人でもあるんです。俺たちデコボコだけどいい仲間になれてるよね。光栄です。でもいいんでしょうか。何かだ。だってキリト召喚と君たちは本当は敵同士なのに。敵じゃないよドロシー。キリト、もうドロシーだって分かってるだろ。待たせたなドロシー。キリト、少し寝てくるといい。うん、獣や野党の類は我らに任せよ。ありがとう。ありがとうございます。エルドリエ殿、デュソルバート殿、おかげで召喚もサライもカイナン殿も安心して寝られます。何、気にすることではない。ああ、当然のことだ。何を今さら。その暖かくして寝るんだぞ。はい。目的地が近いのかな。あと少しだな。オブシディア城、どんなところなんだろうな。なんだろう。何、うん、実は お待ちください。
おやおや。
行きます。